足のノ牧温泉は、福島県藍津若松市にある温泉。藍津足のノ牧温泉と呼ばれることも多い。最寄りの駅は、アのノ牧温泉駅。アのノ牧温泉駅周辺には、ホテル、旅館等の宿泊施設はない。車で10分ほどのところに、温泉街があり、ホテル、旅館が点在している。など。源泉温度摂氏60度。阿賀川を見下ろす、高台。 国道118号が阿賀川を横断するあたりに温泉街が広がる。旅館、ホテルは8件存在。閉館した旅館跡も残っている。共同浴場などはなく、日帰り入浴は各旅館の日帰り受付を利用することになる。温泉街の中心部には足湯が存在する。また、小宝に恵まれるとされることから、金星様を祀った金星神社があり。 その前にも足湯が存在する。温泉街周辺の自然を楽しめる散策路も整備されている。各ホテルは足の牧温泉温泉駅からの送迎バスを用意している。当地に存在する旅館、大川荘は鬼滅の刃の無限城に類似していると注目された。平家湯は1200年前とされる。平家湯伝説によれば行記による発見とされる。遺として、 工房大師による発見説もある。温泉名の由来は、後に足なしの牧場がこの近くに作られたことに由来する説と温泉街を流れる大川が渦を巻いていたことに由来する説がある。江戸時代になっても近隣の人が利用するのみの温泉であったが、明治35年に温泉地に道路が開通したことにより、温泉地としての発展を見せていった。ありがとうございます。